アンソニー・リチャード、トニー・ピューリスは、ウェールズ出身の元サッカー選手。現サッカー指導者。19歳で、FA コーチングライセンスを取得し、21歳という、プロサッカー選手としては最年少で、UEFA の A ライセンスを取得した者の一の人で、ある。指導者としての経歴は、ボーマスで、 ハリー・レドナップの下で選手権アシスタントコーチとして始まり、レドナップがクラブを去ってからは監督を務めた。ピューリスの監督としてのこれまでの最大の功績は、2007から08シーズンにストークシティをフットボールリーグチャンピオンシップで2位に導き、プレミアリーグ昇格を果たしたことである。ピューリスは限られた予算でチームをうまく作り結果を残すことに実績があり、 これまでクラブを降格させた経験はない。その守備的でロングボールを多用する戦術を非難されることもあるが、ピューリスは自身のスタイルを貫いている。サッカー選手としてのキャリアはアシスタントコーチを兼任していたボーンマスで終焉を迎えた。選手としては16試合に出場し1ゴールを挙げた。ハリー・レドナップがプレミアリーグのウェストハムユナイテッドの監督に 就任したことに伴い、1992年に監督に昇格した。ボーンマスでは2シーズン監督を務めた。ジリンガムでは4シーズン監督を務め、就任した最初のシーズンにチームをリビジョン3昇格に導き、後にリーグ1昇格を果たすことになるチームの基盤を築いた。1999年のリーグ2のプレイオフ決勝では試合終了2分前まで、 ロバート・テイラーとカール・はサバのゴールでマンチェスター・シティに対して2から0でリードしていたが、インジュディ・タイムに同点に追いつかれ、PK 戦の末に1から3で敗れた。敗戦後には、著しい不正行為があったとクラブ間で論争が起こったが、その間にピューリスは監督を解任された。ピューリスは後にジリンガムに対して未払いの給料四十万ポンドの支払いを求めて、 訴訟を起こしたが、2001年に7万5000ポンドで、時短が成立した。ピューリスは1999から2000、シーズン開幕前の1999年7月に、ブリストルシティの監督に就任した。長い間ライバル関係にある、ブリストルローバーズに所属していたことがあるが、ピューリスはオファーを受け入れたのであった。スティーブ・ジョーンズや前ローバーズのピーター・ビードルなどの、 大きな契約を結んだが、ファンの人気は低く、ポーツマスの監督就任の噂が持ち上がってからは、ホームのファンは、ピューリスが去るように、大合唱をした。ピューリスは、間もなく、ミラン・マンダリッチに買収されたポーツマスに移った。在籍期間は、わずか6ヶ月であった。7年後にストークシティの監督として、アシュトンゲートに戻ってきたが、ブリストルシティのファンはブーイングで迎えた。 試合後に青い服を着てチームを引いたのは良い気分だった。と述べたことはさらにファンの感情を逆なでした。2000年1月にブリストロローバーズを去りポーツマスの監督に就任した。2000年10月にスティーブ・クラリッチに監督が変わるまで10ヶ月間フラットンパークに泊まったが成功を収めることはできなかった。2年間の失業期間を経て 2002から03シーズン、初めに監督を辞任したスティーブ・コッテリルの後任として、2002年11月にストークシティの監督に就いた。ストークシティは低迷しており、1年後のディビジョン2への降格は必死と見られていたが、ストライカーのアデア・キンバイ、ゴールキーパーのマーク・クロスリーをそれぞれクリスタル・パレス、ミドルズ・ブラからレンタルで獲得したことで、チームの状況は改善された。 ストークは、ブリタニアスタジアムで行われた、最終戦で、レディングに1-0で勝利し、降格を免れた。アキンバイはその試合で唯一の得点を決めた。翌2003から04シーズンは、ピューリスはストークを11位に押し上げた。2004から05シーズン中には、クラブのチェアマンのグンナール・ギスラソンとの間に圧力が、生じた。ピューリスは、 クラブの選手獲得の資金不足に失望し、シーズン開幕前に獲得した選手は、自由契約で獲得したデイブ・ブラマー、スティーブ・シモンセンだけであった。しかし、2005年1月には、息子のアンソニー・ピューリス、ルイス・バックストーンをメンバーに加えた。ピューリスとアイスランド人のオーナーとの意見の相違は、2005年6月29日に、決着を迎えることになった。 外国の遺跡市場を開拓することができないとして、ピューリスは解任された。彼の解任に続いて、クラブはアデア・キンバイをチャンピオンシップのライバルであるバーンリーへ放出したが、ピューリスは、替えのきかない、チームの得点源を売却してしまったと、その決定を嘆いた。解任決定の翌日に、オランダ人のヨハン・ボス・カンプが、ピューリスの公認に就くことが発表された。 チャンピオンシップのプリマス・アーガイルの監督に就任し、ピューリスは低迷するクラブを何とか立て直すことに成功した。好転するきっかけとなったのは、ウエストハム・ユナイテッドからエディオット・ウォードをレンタルでリリアン・ナリスを完全遺跡でシェフィールド・ユナイテッドから獲得したことであった。プリマス・アーガイルは最終的に14位でシーズンを終えた。ストークで監督を務めるピューリス。 通常ピューリスはこのような服装で指揮を取る。ピーター・コーツがクラブを買収し、ヨハン・ボス・カンプの後任を探していたストークは2006年5月にピューリスに監督就任のオファーを出した。プリマスはこの申し出を断ったと報道されていたが2006年6月14日にピューリスがストークシティの監督に就任すると発表された。2006から07シーズンを前に ダニー・ヒギンボザム、リカルド・フラー、バンサン・ペリカールを獲得した。最も効果的だった補強は、リー・ヘンドリーをアストン・ビラからレンタルで加えたことであった。ヘンドリーの獲得と時を同じくして、スタートでつまずいたポッターズは、調子を取り戻した。ストークは1月の遺跡市場が開く前に、4位まで上昇していた。5試合で11ポイントを獲得し、4月には、 月間最優秀監督に選出された。その無敗期間中に、チームは6位のサウサンプトンと勝ち点で並び、7位につけていたが、最終戦で、QPR に1から1で引き分け、チャンピオンシップは8位でシーズンを終えることになった。2007から08シーズンを前に、ピューリスは、数人のクラブの中心であった選手を放出し、キャプテンであったダニー・ヒギンボサムは、 300万ポンドでサンダランドへ移籍した。しかし、ピューリスはレンタル移籍を活用し、マンチェスターユナイテッドからライアンショークロスなどの5人の選手を獲得し、数名の選手とは1月の移籍市場において完全移籍で契約を結んだ。ピューリスはシーズン最終日にプレミアリーグ昇格を決めた。ストークシティにとっては23年振りのトップリーグ挑戦となった。 トップリーグでの戦いを踏まえて、ピューリスはチームを強化する必要があると話していたが、それと同時に、リーグの上位を狙うことはできないことを理解していた。ストークの夏の最大の契約は、デーブ・キットソンを降格が決定したレディングから、550万ポンドで獲得したものであった。キットソンに続いて、聖オロフィンジャナを、ウルバー・ハンプトン・ワンダラーズから300万ポンド、アブドライファイエを、 ニューカッスル・ユナイテッドから225万ポンド、アムディファイエをチャールトン・アスレティックから獲得し、アンドリュー・デイビスをサウサンプトンから120万ポンド、イブラヒーマ・ソンコー・レディングから200万ポンド、ダニー・ヒディン・ボサムをサンダ・ランドから買い戻した。また、息子のアンソニー・ピューリス、ストライカーのジョン・パーキンを移籍させる用意もできていた。チームは、コースタートを切ったが、シーズン中盤に失速し、 広角候補の一つであると見られていたが、1月に、シェフィールドユナイテッドから、ジェームズ・ビーティー、ウエストハムユナイテッドから、3月までは広角圏に沈んでいたが、そこから好調を維持し、2009年5月9日に、ハルシティにー2から1で勝利し、プレミアリーグ残留を果たした。2013年5月、ストークを退団。2013年11月に、 成績不振でヤンホロウェイを解任したクリスタルパレスと契約。2014から2015シーズンも続投すると思われたものの突如開幕戦2日前の2014年8月14日に監督の座から降りた。2015年1月ウエストブロムウィッチアルビオンの監督に就任した。2017年11月20日ウエストブロムウィッチアルビオンの監督から解任された。 ことが発表された。2019年5月5日現在、ありがとうございます。